まあ、お客さんが何人来てくるって決まってるかとか、うんえっと、あと場所取り。日が近づいてきたら、うん、全部私が喋るわけじゃないので、うんその、他の部署の人とかにも来ていただけあの、参加していただかなきゃいけないので、そういうのを最低1回はこういうリ流れでやりますから、リハをし,てやしたり。うん お客さんにリマインドメールを送ったり。うんうん。で。リハって誰に、誰から見てもらってフィードバックしてもらうのえっと、上司に。<laughs> あ上司にで、もっとこうした方がいいとか、そういうのを反映させていくのそうですね。うんうんうん。なるほど。とか他は、えっ、ー、と、<え>資料の準備ができた、参加する人の話、あの、話し準備ができた、 お客さんにリマインドしてる。うん、で、まあ、そのお土産っていうか、まあ、すごいしょうもないんですけど、はいはい、その、<laughs> しょうもないものから行くとボールペンとかなんですけど、そういうものも、まあ、どれだけ豪華にするかによるんですけど、それを結構いいもの手配しようとしたら、まあ、1ヶ月前ぐらいからとかしないといけなかったり。うん。それがメインの仕事そこの部署の。でやってた。そうですね。その時は。で、 その会社ではもう部署移動せずにずっとその仕事した。えっと、まあ営業として入,、うん、入って配属されたんがそこやから、うん、まあそういうことになりますね。うん、なるほどね。辞めるまでずっとその仕事したわけだね、うん。そうです。なんで辞めようと思ったの <laughs> えっと、うん、そこの会社がもう、その、うん、私が入ってた会社と、うん。うん あの、お付き合いやめるってなってしまったときに。ちょっと待って。そこの会社が私が入ってた会社とお付き合いやめる。どういうことえっと、その担当してた製品のメーカーが。はい,はいはいはい。あの、私の会社とはもうしないですって。はははは <laughs> なって。うんうんうん。じゃあ、これからどうしようと思った時に、まあ、こういった仕事を続けていきたいなって思って。 そのままその会社に残ってたら、のららその全然違う部署に移動するということになるよね。はい、もうその仕事がなくなるわけだから。ねね、で部署移動するんじゃなくて、同じようなことをやり続けたいなと思って、それができる会社を転職,、ね、転職しようと思ったとっことそうで。ああ、なるほどね。なるほどね。なるほど。で、どんな、どんなところに転職したの結局、そのウェブの広告で見てになるんですけど、 うん、そこだと、まあ、自分でそういったシステム会社を見つけてきて、うん、うちとやりませんかって契約するしそこからこう、うん、お客さんにも使ってもらおうって広めるっていうのができるっていうのを知って、うんうん、今までだったらもうすでに関係があるお客さんの拡拌しかできなかったけど取ってくるとこからできるっておもしいなと思って。はははいはい、はい まだ日本に入ってきてない、その海外でしか、そのない、そのシステムを、まあ話して、日本でこう相談やりてみたいな、こう契約を結んで、で、やっていくっていうところからやれる仕事やったんよそうです。うんうんうん,ん。で、面白そうだと、とそうです。で、えっと、そこに入って、実際、実際、こう入ってから、さっきみたいな感じで言うとしたら、どんな仕事したの